プリニー俺が主人公でいいんすかの実況プレイの続きをやらせていただきたいと思います。はい、どうもグラシャです。残り416匹しかいないですね。究極のスイーツは都市伝説じゃなかったんすね。俺たちはそんな不確かな情報で働かされてたんすか。まあいつものことっす。いつものことっす。仙人って山の中で何しているっすかね。そういえばやっぱり魔力の友見つからなかったから。そういえば戻ってないな。天界に遊びに行ったまま帰らない打天使もいると聞いたっす。へえ。クワバラクワバラ、魔界に生まれてまだマシだったっすね。すね。仙人の山に入るのは簡単らしいっすけど、ただそこから生きて帰った者はいないらしいっす。なんつったっと。しかもひどい気難しやって話っす。すんなり作ってくれるかどうか。ここまで来たらどうなんだろうね。当たってコッパみじんにならないよう祈っているっす。シャレにならないぜ。へい、エトナ、へい。エトナ様、俺たちすぐ死ぬっす。どんどん数が減っているっす。そうだよ、半分切ってるんだよ。あんたたちの取り柄は数いることなんだから、死んでなんぼでしょう。このままじゃ全滅してしまうっすよ。しょうがないわね。お、それじゃあ伝説のプリニガー X に改造する。プリニガー X になれば半永久的に馬車馬のように働けるけど。遠慮しておくぞ。半永久的か、馬車馬のようにはやだ。だったらいい、残り416匹で究極のスイーツ完成させてやるよ。その前にもまずは手紙だな。手紙、飛びすぎ。あ、二段ジャンプしなきゃいけるか。取れた。よし、オッケー。それじゃあまずはこの状況をセーブしておく。早速ね、このあ、星4つなら仙人の祭壇、アジ仙人が住むという霊峰の山頂にある祭壇、アジ仙人ことマスタードスパイスの手にかかれば、どんな食材でも究極のスイーツにできるという。エトナがついてきた。あれドルイドじゃないか。ドルイドはジオブロックをどうにかするっていうやつだったな。我こそ天地魔界のあらゆる素材を知り尽くしたアジ仙人ことマスタードスパイスじゃ。いや、それはさっきも聞いたっす。早いとこお願いしますっす。やれやれ、せっかちじゃの。後ろにでかいな。なんだろうあれ。どれ。どうすか。なんとな。こりゃ素晴らしい材料じゃ。なかなかいいんじゃないか。究極のスイーツを作れるぞい。おお。なによ。あっさりすぎてつまんないじゃん。もっと無理難題で困らせてくんなきゃ。それが目的っすか。お、それ甘。おい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 、でかい。なに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 。わしが作った万能クッキングロボ、料理の鉄巨人じゃ。鉄人だと。なぜに変形ロボット。ででん。グルメの道は奥深いのじゃ。でで東四郎がいらぬ詮索をするでない。レッツシェイキン、いざクッキングバトル開始。クッキングバトル。バトル。じゃ、いっちょ頑張んな。ラバトルファイト。いくっすよ。お、爆弾。
おーいおい、でかっ。爆弾、爆弾、トウ、あ、はい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 、痛い、やられたぞ。まず3ゲージからゲージ3つ、ゲージ3つできついな。やられた。なんかよくわからんオノチックなものには触れちゃいけないわけか。よし、そい、あーた、あら、ダメじゃん。いいね、あと一発。いやー、待って、危ない。そい、いけるか、くらえ。いやー、待って、うわー、ディスクがあった、ディスクがあった、ディスクがあった。よっ、はい、そい、くらえ。いや、全然早め、やべ。おー、何、魔界レコード BGM16 ロティに入れたーい。厳しいぞこれ。おい、やり方はわかるけど、それまでが難しい。いやいやいや、あー、しまった、当たりいっちゃった。ゴリ押し、いやー、厳しい。ゴーリキ、あいつがしゃがんだ時じゃないと届かない。あ、いや、あと1個、もう一回しゃがめ、あー、危ないよー。いや、爆発する、爆発する。何、シュガード爆発一発。いや、待って、しまった。この1回のスパンで爆弾3つ当てることができればまだ可能性があるんじゃないかな。一体待つか、おとなしく。おーい。あー、しまった、無駄にしちゃった。え、こっち側に攻めてきたぞ。剛力、しゃがめ、当たれ。ほらほらほら、やーぶない。待って待って待って、おい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 、ちょっと待ってよ、下がれよお前。おい、こだだ、これどうしろって言うんだ。あー、よかった、ありがたい。あー、しまった。エスケープ、カイノを攻撃してここからのエスケープ。よし、いやー、おら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 、あ、これはチャンスだった。まだ、あー、一回も入んなかったよ、危ないよ。いや、でも今までで一番いいパターンだよ。
3分の1はとりあえず減っただろう。これ大事にしたい、大事にしたい、ここ大事にしよう、この残機、この回大事にしよう。よいしょ、あー、うそ、え、あ、入ってなかった、あ、2回目だった、うわ、しょっぱ、しょっぱすぎて泣けてくるわ、今だ、誰だ、近づくのが早すぎる、近づくのが早すぎる、いやーしまった、でも赤まで持ってった、赤まで持ってったぞ、だーわお、オッケー、あっしょ、何それ、何それ、何それ、壁際まで来たじゃん、確かここまで来たじゃん、なんで赤くできたな、ゴーリキと雷だけにしてる、パターン、よし、パターン、うわ、だし、飛んでこられるとかなわん、いい逃げ、いい逃げ、だいぶ安定してきた、ここまではだいぶ安定してきた、おーい、キープ、そう、しゃがめ、何もせずに撤退ってのはすげえやな、よし、オッケー、おー、あー、数ちっちゃなビーム入ってくるパターンが、ゴーリ聞こえ、ゴーリ聞こえ、ゴーリ聞こえ、あー、待って、おー、おー、何やった、何やった、何やった、おー、危ねえ、おい、それ無理、はぁ、あいオラオラオラ、よしよしよし、あと1回、あと1回、あと1回爆弾、よし、ダン、たくさん死んでくよ、オッケー、おーし、持ち帰った持ち帰った、いいぞ、これでかい、でかくねえ、いらねえ、もたつくとダメだな、オッ
よし、いいね、いいパターン、いいパターン来たよ、いいパターン来た。剛力来ようか、剛力をドーン。で、爆弾。いいね、いいパターン来たよ、久々のいいパターン来た。やっちまい、届かない。ちくしょう、欲張った。結構爆弾で死んでるよな。大体あいつの足元に1個あるからな、爆弾。よし、ここまではたまに持っていける。いや、それ怖い、それが怖い。ゴーリキ、オッケー、ゴーリキ来た。でもね、走ってくる。で、ガン、こっち来る。よし、ゴーリキ。あー、間に合わん。そう、だいぶ見えてきたのにな、赤くなってから。よし、逃げた。今の攻めがもう一回できて倒せるんだよな、単純に考えて。ほら、勝った、うっしゃ、勝ったー、やったー、ははー、やったねー。いやー、95匹もいったー、やだー。いやー、マジかー、死にすぎたー。あれ、究極のスイーツ完成じゃ。やったあ、究極のスイーツ、かっこつぼ。ついにやったっす。スイーツあるとこどこでも参上。誰だ。あ、天下一の奄美魔王ことスイーツ男爵、ここにありかしら。なんだと。いや、疑問系で聞かれても知らねえっす。あら、やだ。まあ、いい香り。まさかと思ってきたけれど、なかなか良さそうじゃないかしら。まさかな。まあ、それはエトなんだぞ。この究極のスイーツはいただくわ。欲しかったら私を追いかけて、いらっしゃい。いらっしゃい、新婚さん、いらっしゃいみたいに言うな。あ、持ってかないでください。ありゃ、甘いものに目がないグルメ悪魔、スイーツ男爵じゃな。クソ、そんなトリコみたいなやつが本当にいいなんて。トリコに出てきそうな名前だな。クソ、俺たちが作った究極のスイーツが盗まれたっす。デザートデザートの向こうにある城の主じゃ。デザートデザート取り戻さないとエトナ様にぶっ殺されるっす。砂漠にはデザートバイキングが出るらしいから気をつけるのじゃ。なんだと。なんだかんだ教えてくれるじいちゃん、優しい。究極のスイーツ作成期限まで残り3マジ間。はい、大変なことになってしまいましたが、無事に、まあ、料理の鉄巨人を倒せた。それがでかい。
ではね、終わりたいと思います。ありがとうございました。